い、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は、売上が少なくなった入金されている時ってないですか？一体その時にはどうやって処理すればいいのかを動画で解説していきたいと思います。私は自営業専門の税理士として、オンラインサロンや Twitter、TikTok、Instagram などもやっておりますので、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみたいと思います。はい、それでは本日の内容、経理のレベルアップ、売上が少なく入金された時に一体どうやって処理をすればいいのかについて一緒に勉強していきましょう。要は正しい処理をしないと売上が抜けてしまうよっていうことになることが、今回の動画で一番気をつけなければならないポイントになります。本日の内容です。まず一つ目、売上が少なく入金となる理由、原因について解説します。その次に正しい処理方法を説明。そして最後、一番気をつけないといけないのは、この消費税の判定によって調査で追加の税金が発生する場合という最悪のパターンがありますので、それに陥らないためにはどうすればいいのか、最大のね、売上が少なく入金になった時の一番のポイントである問題点を最後にここで解説します。そして最後まとめ、このような流れでいきますのでよろしくお願いします。はい、それでは売上が少なく入金があるっていうケースがたまたま皆さんね、ビジネスしてるとあるかと思うんですけど、まず原因の方を紹介していきたいと思います。一つ目は手数料や振込手数料が原因。要は向こうのね、手数料や振込手数料、振込する時の手数料が引かれていることで売上が少なく入金されるというのが一つ目の大きな原因になります。そして二つ目、源泉所得税が引かれているのが原因。これが二つ目の原因になりますね。向こうから売上がね、振り込まれる時に源泉所得税というものがね、引かれているのが二つ目の原因になります。これはね、アルバイトやパート、もしくはね、会社員で働いた時も全額給与としてもらえるので、何か引かれてるって経験あると思うんですよ。それが似たようなパターンだと思ってください。で、皆さんここでやりがちなのが、この入金額をそのまま売上高の風に処理してる方がすごく多いです。これ知ってる方はきちんとこの源泉所得税の処理、手数料、振込手数料が引かれてるところきちんと処理されてるんですけど、皆さんね、知らなくてやりがちなんですけど、この入金額をそのまま売上高にしているっていうパターンがあります。もうわからないから入金があった金額で売上高にしとけばいいでしょうっていう風なことが勘違いになります。そしてこれ意外と多いので、皆さん必ず今までの、今年の経理になっていないか、必ず遡って注意してチェックをしてみてください。で、この引かれてる分の売上を入金額でしていると何が起こるかというと、その分売上が漏れていってしまうんですね。で、その売上が漏れているのが、やはり税務調査に入りますとチェックされるポイントとなりますので、ここで漏れているから売上が本当のね、売上よりもその分少なくなってるでしょっていうことで、その際にね、指導が入ったり、もしくはね、税金をね、納めて修正申告をする、もしくは税金を追加で納めるっていうふうなことになりますので、必ず正しい処理方法を知っておきましょう。それでは次に、正しい会計処理、仕分けってどういうふうにすればいいのっていうのを次のスライドで紹介いたします。はい、それではね、次のスライドで正しい処理を紹介していきたいと思います。まず一つ目のパターンです。ベースから売上が3万円入金があった場合、どうやって処理すればいいのかについてです。まずね、売上3万円に対して普通預金が2万8000円振り込まれました。ベース上の売上は3万円なんですけど、ベースからね、こう入金売上が入るときに手数料を引かれると思うんです。このパターン結構最近多くなっていて、皆さんベース以外にもメルカリを使ったりとか、ミンネを使ったりとかすると、やはりそこのね、買わせてもらっている手数料っていうのがかかると思うんです。それ以外にもね、ノートの売上とかもこういう仕組みを取ってますよね。あとはカード決済、ペーパルを使ってるとか、ストライプを使ってる場合も手数料を引かれて売上が入金があるかと思います。このパターン結構増えてきてますので、皆さんしっかりと押さえておきましょう。はい、それではね、解説に戻ります。ベースから売上3万円が入金されたんですけど、普通預金所は2万8000円だ。そのね、残りが何かっていうと、ベースに払う支払い手数料2000円ですね。これを皆さん、売上は3万円ですよね、本来。それなのに、入金額のこの普通預金2万8000円、もしくはね、現金2万8000円で処理をしてしまうと、この支払い手数料2000円分、売上が漏れてくることになるんですね。ここが注意ポイントなんです。で、もちろんね、ベースはね、この支払い手数料2000円だけではなくて、入金、現金化するときの手数料もね、取られてますし、あとね、この使用手数料ですね、ベースを使うということでの使用手数料も入ってくることありますので、両方のね、手数料をきちんと把握してください。そして2つ目のパターン、これは皆さん意外とよくあるのでね、知ってる方も多いかと思います。取引先からね、振込料が借りて入金されるケースです。例えばですけど、今回も同じく売上3万円が取引先から入るときに、普通預金に2万9450円が振り込まれてた。請求書を出した売上高とね、入ってきた金額で少なくなってますよね。これが何かっていうと、銀行から振り込むときの支払い手数料がかかる場合が多いですよね。550円、今回のパターンだと550円だとします。そうすると、本来だったら3万円振り込むところ、向こうがね、手数料を引いて入金をしてくるっていうケースは多々あります。これも同じように550円が漏れたままの2万9450円で売上として付けていると、550円売上が少なくなってしまうことになりますよね。支払い手数料、もしくは振込手数料が相手が持ってくださってて、売上3万円で
普通預金のね、あの振り込み金額が3万円だったら、今回のケースはあの問題がないので発生しないと思ってください。要は相手が振り込み手数料を負担してくれるときは、普通預金に3万円が入ってくるので問題はないかと思います。こちらがね、支払い手数料を持って、向こうはその分引いてくるよっていうパターンのときが2番のパターンだと思ってください。そして3つ目のパターンは何かと言いますと、源泉所得税が引かれて入金されてくるケースもあります。例えば、売上3万円のときに普通預金が26,937円とね、すごく細かい数字が来たなと思うと、多分中身見てみると、この源泉所得税っていうのが引かれているはずです。この源泉所得税はどういうふうに経理処理をしますかというと、1番2番の場合は手数料、振込手数料になるので、支払い手数料っていう勘定科目を使えばいいんですけど、今回この源泉所得税というのはあの手数料ではないので、事業主貸しで勘定科目を使って処理をします。これポイントですので覚えておいてください。で、源泉所得税が引かれている時なんですけど、まあ、これは大手のね取引先とした場合に源泉徴収を引かれる場合、まあ、要は向こうの経理の処理に合わせてこういうふうに源泉所得税が引かれてくるという場合があります。または講師などでねセミナーをやったとか、講師としてねお仕事をしてきたっていう場合に出る場合が多いです。源泉所得税が講師料の中から源泉所得税が引かれて入金があるというケースがパターンが多いかと思います。で、この 1,2,3 ともここの処理が漏れていると売上額が少なくなってしまいますので、売上額が少なく申告するということはどちらかというと脱税というか、まあ、わざとじゃないとしても漏れているってことになりますので、税額が変わってくるポイントなので必ず調査の方ではチェックされます。で、ここが例えばね年間に 1,2 件しか出ないとかね、源泉が引かれてくるようなお仕事がね年に数回だっていう方はそこまでズレがないのでねいいんですけど、これが50件100件200件という風に溜まっていってしまうと、自分がね申告している売上と実際のこの手数料分の売上のこの差額が大きくなってしまって、その分売上が漏れているっていうことになります。しっかりと処理をこういう風にするんだっていうのを覚えておいてください。で、次にね一番やばいパターンとして、こんな知らずにずっと入金額で処理してた時にどういう問題が起きるかっていうね一つの大きな事例を紹介していきたいと思います。こちら次のスライドでいきます。要は消費税の判定の時に注意してくださいねっていうのが大きなね判断ミスとなることのポイントです。消費税っていうのはざっくり解説しますと、年間の課税売上高が1000万を超えるか超えてないかで個人事業自営業の場合は消費税の申告するかしないかっていうのを判断します。これ詳しくは消費税の動画を作ってますので、消費税のことをねここで紹介してしまうともう話が長くなってしまうので、詳しい話消費税のね判断基準等はここですね、消費税の仕組み基礎編というのがありますので、こちらの方でご確認ください。そして今回のね動画の話でいきますと、この入金額で売上を処理していると1000万円を実際は超えているのに免税事業者として判断して申告してないっていう、このパターンが一番あのやばいパターンというかね、あの痛手なパターンになります。要はこの、まあ、手数料とか源泉所得税のズレが60万円例えばあった場合、そして売上が950万だとしますね。で、売上が950万円だから、あ、自分は免税事業者だと判断して申告をしてなかったとします。でも本当はその手数料源泉所得税の分の売上が漏れていたのが60万円あったとすると、1000万円を超えてしまいますよね。950万円の売上と抜けている60万を足すと1010万円になるので、1000万を超えてしまいます。そうすると消費税の申告が本当は必要で、免税事業者ではなく課税事業者になるということです。要は課税事業者っていうのは消費税の申告をして消費税の税金を納めますよっていうことです。で、それがね気づかずずっとそのように処理していて、税務調査に入った時に判明した場合、これは必ず税金が追加となりますので、この1000万円を超えるか超えないかギリギリの売上がある方は、特にこの売上が少なく入金になった時のこの処理をしてるかしてないか一度きちんと確認してみてといいと思います。で、今回の話ね、一番消費税が大きいという件で言いましたけど、消費税だけの話ではなく実際にね売上額が少なく申告されていることには間違いないことになりますので、そのあたりはねやはり税額が変わっているポイントなので、税務調査があった場合には指導されるか、金額によってはね修正申告をして税金を追納してくださいっていう話になるかと思います。はい、それではまとめです。やはりね知らなかったとかね、もう誰か前もってそんな大事なこと教えといてよって言っても、ビジネスは本当自己責任です。やはりね経理税金確定申告の知識を学ぶことは必須となってきております。そして2つ目、手数料など再度チェックしてみてください。入金額のままでね処理してないかっていうのを一度ちょっと遡って再度チェックをかけてみてください。そして最後に紹介したように、一番怖いのはやはりね消費税の申告漏れです。金額的にね一番ねまずいな大きいなと思うのはやはり消費税の申告漏れになります。サービス業の場合だと売上の 50% の 10% 消費税の申告書で消費税を払うことになります。なので例えばね売上1200万円の方になりますと、消費税というのは約ざっくり計算すると60万円前後になるかと思います。これは簡易課税の場合です。そうするとねその1年漏れてただけだったらよかったんで、例えばその前の年もその前の年も漏れてたってなりますと、やはりねかなり大きな金額の、 修正申告をして税金追加になりますと、そういう風になると結構痛いミスというかね、ああ知っておけばこんなことにならなかったのかっていう、本来払うべき税金なので支払う金額は一緒になるんですけど、やはりこの2年分3年分をまとめ払いするっていうのはすごく精神的にもきますし、負
端的にもかなり来る金額ですので、皆さんお気をつけください。売上を少なく入金されているようなねケースがある方、もしくはそういう処理があるという方は、ぜひこの動画で学んでしっかりチェックして正しい処理をしていくようにしてください。というわけで、自営業やフリーランスの役立つ情報を動画にしていってますので、チャンネル登録よろしくお願いします。あといいねボタンや感想やコメントいただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。他にも私はインスタグラム、ツイッター、TikTok もしてます。 TikTok はフォロワーが 5.4 万人を超えておりますので、ぜひね概要欄に URL 貼って飛べるようになっていますので、そちらの方からぜひ飛んでチェックしてみてください。あと私はオンラインサロンも運営しています。税理士川南の会議室ということで、サロンメンバーになると一つ目のメリットとしては、質問相談をすることが OK です。オンライン上ですけど質問相談ができるようになることが大きなメリットかと思います。そして二つ目が Zoom を定期的に開催しております。メンバー同士の交流、まあ、私も含めて Zoom 上でお話ししたり、情報交換の場となっておりますので、かなり好評のようです。そして三つ目、税理士の裏側を公開しています。普段のねビジネスの仕方、 SNS 集客の裏側、 TikTok の YouTube の裏側などなど、あとね新しい税金情報とか時事ネタはオンラインサロンだけにほとんど投げておりますので、他にはね出してない、表には見えない情報が満載なのがサロンになっておりますので、ぜひ税理士川南のオンラインサロン気になるなという方は、概要欄 URL から飛べますので、そちらの方からチェックしてください。メンバーさんはほとんど YouTube を見てきたっていう方がほとんどですので、お互いね知ってる人いないからどうしようっていうふうに思わなくても、多分全員皆さん知らない人同士で違う交流が生まれてますので、その辺は気にせずにどんどん参加していただければと思いますので、 URL からどんなサロンなのかなという概要欄ありますので、そちらの方からチェックの方よろしくお願いします。参加お待ちします。そしてもう一つお知らせです。本を出版することになりました。2022年の1月に出版予定なんですけど、今ただいま絶賛執筆中でございます。どういう本かと言いますと、自営業フリーランス向けの知っておかなければいけない世の中の経理、税金、確定申告のルールをギュッと詰めた本になる予定です。今絶賛執筆中でございますが、まだまだ全部終わってないですね。まだまだ途中なんですけど、この途中経過もね、税理士川南が出版するらしいよということで、裏側を公開している Facebook グループがあります。こちらは無料ですのでね、ぜひ興味ある方はそちらの方を探していただいて参加すると、私が執筆して裏側、頑張っている状態とかね、こういうことになってますよ今っていうところを、公開していっておりますので、興味ある方はぜひそちらの方もよろしくお願いします。本を出版しますよっていうのをお知らせに挟んでおきます。はい、それでは本日の動画も最後まで見ていただいてありがとうございます。本ね出版します。初めての本になりますね。ぜひ出版された、もしくは Amazon 予約が、ね、始まったら、こちらの方でもね再度お知らせしますので、ぜひ皆さん本買っていただけると嬉しいです。それでは本日の動画は以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。またね。